ハロルド・ロー・ハロルド・モントフリーローは、イギリスの航海士、海軍軍人。客船タイタニック号の5等航海士であり、同船の沈没事故から生還した。ウェールズ・コンウィスランド出身。リバプールの実業家の下で見習いとして働いていたが、ただ働きはまっぴら、と言って、そこを飛び出し、14歳の時から、重帆式帆船で、キャビンボーイとして働くようになった。その後黄帆偽装の船に移り、西アフリカ航路で働いた。1906年には2等航海士資格、1908年には1等航海士資格を得る。1911年にホワイトスターラインに入社し、船長資格を取得した。同社のベルジック号とトロピック号に3等航海士として勤務した。1912年4月10日から、処女航海に出たタイタニック号に5等航海士として乗船した。4月14日午後11時40分頃、タイタニックが氷山に衝突した時には寝ており、4月15日に入った午前0時45分頃に想像し、物音で目を覚ますまで事態に気がつかなかった。目を覚ますとすぐに異常に気づいて、右舷ボートデッキに出て5号ボートを下ろす作業を手伝った。午前1時30分頃に13号ボートを下ろされるのを見届けると、左舷側の14号ボートと16号ボートのところへ行き、6等航海士、ジェームズ・ポール・ムーディに、今送り出した5艘には航海士が1人も乗っていない。だから、この2艘のどちらかには乗せなきゃと告げたが、ムーディは、お先にどうぞ。私は別のボートに乗りますと答えたため、ローは14号ボートに乗客たちを乗せた後、自らも14号ボートの船尾に乗ってタイタニックを脱出した。14号ボートをタイタニックから離れさせた後、ローは海に落ちた人々の救出のために戻ることを決意した。10号ボート、12号ボート、折りたたみ式 D 号ボートを集結させると船首と船尾を結ばせ、縦一列にして14号ボートの乗客を他のボートに移した。この作業に小1時間ほど費やした後、ようやく14号ボートは沈没現場へ向かい始めた。ローは叫び声がまばらになるのを待ってから向かうことを考えていたというが、氷点下の海中に落ちた人間は極めて短時間で凍死することを彼は知らなかった。14号ボートが戻ってきた時には、ほとんどの人はすでに息絶えていた。結局、救出できたのは、客室係ジョン・スチュアートと、木のドアの上に乗って流れてきた東洋人だけだった。その後、午前7時少し前に14号ボートは、カルパチア号に救出された。事故後、1913年9月に、エレン・マリオン・ホワイトハウスと結婚。第一次世界大戦の勃発で、王立海軍の予備役将校となる。戦後は海に戻ることなく、北ウェールズで暮らし、1944年5月12日に死去した。生還したタイタニック航海士4名の記念写真。後ろ左から、ロー、ライトラー、ボックスホール。座っている人物はピットマン。ありがとうございます。